ワーキングホリデーなので、やっぱアルバイトとかするのも醍醐味なので、とりあえず居酒屋、日本人経営の居酒屋でちょっとアルバイトしていました。でもウェイターだったので、いらっしゃいませって言って、ご注文お決まりですかみたいなのを、まあ英語でね、やったり、まあ酔っ払ってきたお客さんが英語でバーって話しかけてくるのを、ちょっといろいろ会話してみたりとか、まあ、ちょっとは勉強になるかなっていう感じですね。まあ、それもいい経験です。でも僕は、会計の仕事がしたいので、でも、ワーキングホリデーの1年間しかいない人に、そういう会計の仕事ってなかなか見つけられないというか、ほぼ不可能だと思うんですよ。だから、無料でもいいから働かしてほしいっていうのを、まあ、要はインターンなんですけど、ちょっと何件か当たってみて、ダメだったんです。ここは僕ちょっと無料でいいから働きたいんですけどって言ったら、なんか別に相手にされない。英語もまだそんな喋れないし、カナダに着いた当初は。でも、その時、その現地で知り合った友達が教えてくれたのが、インターンを紹介するエージェントがあるよと。要は、僕がお金を払ってインターン先を紹介してもらう。お金を払って無料で働く場所を紹介してもらうっていう、エージェントがあったので。いや、でも払ってでも働きたいじゃないですか。うん。会計の仕事がしたいので。それで、いくらだったかな、もう10万円とか、高いんですけど、払って、そのエージェントが契約してるというか、そのエージェントが仲良くしている会社先に紹介してもらう。ただやっぱり10万円くらい払ってるので、そういう面接の仕方、インタビューの仕方だとか、カナダで働くんだったら、ここは守らなきゃいけないとか、こうするべきだとか、日本との違いとか、まあそういうのは教えてくれて、それと、インターン先を紹介してくれるっていうので、まあ、10万円ぐらいだったんですね。でもやっぱり、経験が欲しかったので、10万円払って申し込んだら、で紹介してくれたのが、カナダの会社の経理部だったんですよ。日本企業とか結構あるんですけど、でもそこはカナダの会社を紹介してくれたので、あ、これはいいなと。で、普通にちゃんと練習して、面接の練習して、インタビュー受けて、で、日本で会計の仕事をしてましたって言ったら、おう、そうかって言って、まあ雇ってくれたんですよ。まあ無料なんだ、雇ったと言うべきか、まあインターンにしてくれたんですよね。で、無料で働く日々が始まり、でもそれだと生活していけないので、昼間の9時から5時まで、その経理部でインターンをやるんですよ。で、それで終わったら、6時とか7時から11時とか12時まで居酒屋でバイトをするっていう生活が始まったんですね。それ居酒屋も結構週5回ぐらい入ってたかな。4、5回。結構きつかったですね。もう一日中仕事してるので、経理終わって、あーってなったところです。今度は居酒屋っていうのをず結構毎日やってたので、それがでも1ヶ月ぐらいやって結構しんどかったんですけど、でも1ヶ月間インターンやったわけですよ。無料で。で、仕事ももう分かってるし、だからそこで、そこの会社の社長にちょっと相談したんですよ。いやー、ほんといい勉強になるよ。ありがとうって言って、でも、ごめん、生活が厳しいから、ちょっとやめなきゃいけないわ。ごめん、つって。最初は、一応3ヶ月契約だったんだけど、ごめん、もう1ヶ月で無理だわって言って、生活していけないみたいなことを言ったら、わかった。金出すよって言ってくれたんですよ。うわー、嬉しいけど計算通りみたいな。もうその自分が仕事できるところを見せて、で、
こいつだったら金払ってもいいなと思ってくれたら払うわけじゃないですか。無料で使ってるわけですし、ただまあ予想通り、じゃあ今度から時給出すよって言って、まあ、そんな大きくはないんですけど、一応お金出してくれることになったので、そしたらもう居酒屋の方はもういいっつって、もうやだっつって。その居酒屋もちょっと本当嫌で、辞めるというかもうほぼ首立ったんですけど、っていうのも、カナダってチップを払うじゃないですか。まあ、払うんですよ。食べたものに対して 10%、15%、20% 払う人もいますし、だからそういうチップがあるんですけど、その、じゃもらったチップをどうするのかっていうと、お店の人でみんなで分けるんですよね。で、お店によってどう分けるかって違うんですけど、普通のお店は、まあ、特に日本の居酒屋は全員に分けるんですよ。チップってサービスのお金だから、まあ、ホールの人たちで分けるっていうのもあるんですけど、でも、キッチンの人ももらっていいじゃんっていう感じで、キッチンの人にも配るんですけど、僕が働いてたところは、ほぼ、社員の人が総取りなんですよ。ひどいんですよ、これ、結構。普通だったら、だいたい結構均等に、パートだろうが、社員だろうが、だいたい均等になるように配るんですけど、そこは、もう社員の人がほぼ取ってて、結構の額を取ってるんですよ。もう給料がそれで倍になるみたいな。いや、ひどいなぁと思って、ちょっとやる気も落ちてて、で、実際、ちょっとなんか、お前ちょっとやる気落ちてないかって言われたから、まあ確かに、つって、でもちょっとここのチップはひどいですよっていう風に言ったら知らねえよみたいな言われて、あ、もうここで働くのは無理だなと思ってたら、向こうも僕がそういうこと言うから、お前もなんか別に来なくてもいいよみたいな感じになって、じゃあいや行かないしっていう感じで、なかなかひどい環境だったんですけど、まあ今はそんなことないのかな。僕も行ったし、その当時多分その店長みたいな人は知らなかったんですよね。他のお店でチップをちゃんと配ってることとか。もうそういう、その人がほとんど取ってて。で、今は改善してくれてることを願います。で、その居酒屋を辞めて、経理部の仕事を一本にして、で、たまに週に1、2回、その語学学校に英語を習いに行って、で、家ではひたすら英語の勉強と、アメリカのドラマをずーっと見てると。これ僕の一番好きな勉強なんですけど、アメリカのドラマを英語の音声と英語の字幕にして、ひたすら見てる、聞いてるっていうのをやりましたね。毎日多分 4,5 時間はやったと思います、1年間で。で、そうこうしてるうちに、仕事と語学学校と、で、自習の日々が続き、で、その時に、前ちょっと番外編でもちょっと話したんですけれども、結局僕の英語ってビジネスレベルには届かないなっていうのを、バンクーバーにいる時からもう思ってたんですよ。このまんまのペースだとビジネスレベルには届かない。なので、もう1年間ワーホリしたいなというのを考えて、僕の誕生日、31歳になったらもうワーホリのビザ取れないので、31歳になる2日前にワーホリのビザを申請したんですよ。いや、今多分31歳、もうちょっと伸びてるみたいなんですけど、その時は31歳になっちゃったらもうワーホリビザ取れなかったんで、31歳になる2日前に申請して、インターネットで。そしたら、オーストラリアですね。オーストラリアのワーキングホリデービザの申請をしたら、その5日後に承認をもらえたんです。よしと。もう31歳になってるんですけど、31歳になる前に申し込んだからギリギリセーフ。もしかしたら僕はギネス記録かもしれないですよね。
あのワーホリをギリギリで取ったギネス記録みたいな、31歳なら2日前。まあ今はもう35歳とかいろいろ長くなってるみたいなんですけど、で、だから考えたんですよ。よし、じゃあカナダ終わったらオーストラリアでもう1年間ワーホリすると。じゃあどうやってオーストラリア行こうかなと。まあこれも番外編では言ったんですけど、カナダから日本に帰らないで、日本からカナダに飛びました。で、そのままカナダからヨーロッパに飛んでぐるーっと世界一周してオーストラリアに行く。バックパッカーをやろうと。ハリウッド行った時もカバン1個背負って行きましたけど、それでヨーロッパ、アジアと横断してオーストラリアに行く。日本には帰りません。っていうのをやろうと思ったんですよね。だからこの経理の、これ僕のデスクなんですけれども、これでもう慣れた仕事ばばっと終わらして、Google マップを見て、どういう経路で回ろうかな。どういう経路でバックパックしようかなって。なんか最後の1ヶ月ぐらいは、毎日見てましたね。どの経路でバックパックしよう。いくらぐらいかかるのかなとか。でもあんまり調べすぎるのも嫌なんですよ。なんか調べすぎると、なんか現地のこと知りすぎちゃうので、だから あんまり調べずにその場でなんとかしようみたいな。めっちゃビビってるんですよ。うわ、今からバックパックで世界一周かって。ちょっと怖い、ちょっとどころじゃなくてめちゃめちゃ怖いんですけど、でもそれをやって、オーストラリアに行って、そして日本に帰る。そういう30代のスタートを作りたかったので、それをやった30代を、行きたい。っていうことで、怖いけど行くっつって、もうチケット買ったんですよ。バンクーバーから、日本じゃなくて、バンクーバーからロンドン行きですね。だから結果として、364日過ごした後に、そのまんまロンドンに行って、バックパッカーが始まるんです。やっぱりシェアハウスで、一切一言も日本語喋らなかったので、本当に、あれ?って気がついた時に、ここ3ヶ月間俺日本語喋ってないって思った日ありましたから、考えてみたらみたいな。それぐらいもう英語をひたすら喋り続けてたので、このカナダの生活1年間終わった時にはもう英語力、日常会話なんか全然できる状態になってました。で、英語ができる状態でヨーロッパにバックパッカーに行けるっていう、きっとこれから相部屋になった人に英語で話ができるし、なんかいろんな出会いが待ってるような気がする。でも怖いんですけどね、一人かって。短くかいつまむと、こういったバンクーバーでの1年間のワーホリ生活でしたね。まあ他にもバンクーバーの中でいろんなそのハイキングする場所とか、まあ、スノボーも行きましたし、で、シアトルも、近いんですよね。アメリカのシアトル、バスで、3、4時間だったかな。うん、すぐ行けるんですよ。国境を越えて。シアトルも旅行しましたし、まあ、カナダの中でも、いろいろ旅行もしましたし、すごく、ワーホリしやすい場所ですね。カナダのバンクーバーは。まあ、出会いあり、別れあり、そしてまた英語で喋って、なんか、みんなのおかげで僕、英語をね、上達することができましたし、まあ、協力してくれた日本人の方は本当にありがたかったですし、仲良くしてくれた外国人の方もありがたかったですね。で、まあ一年終えて、次は、世界一周バックパッカーになるですね。でもコロナウイルスで自粛中なので、一人で撮影しました。本当は他の人と一緒に喋りながらやる方が楽しいと思ったんですけれども、コロナ中なので今回は一人で
お届けしました。また今度いろんな人たちと、ワーホリとか、留学について語っていきたいと思います。今回、ありがとうございました。